皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの一藤木亮平です。本日もよろしくお願いします。コーチにまたお伺いしたいんですけども、はい、相手の選手でストロークをすごく粘ってくるような選手って今いると思うんですけど、はい、コーチの場合はどういうふうな形での対応というか対策を、ね、そうですね、まあ、粘ってくる選手、僕自身がやっぱりすごくなんて言うんですかね、粘られて負けた経験が結構やっぱあって、ジュニアの頃は特にやっぱり粘られるとすごい嫌だったっていうか、まあ粘られて嫌じゃないっていう人の方があんまり少ないとは思うんですけど、やっぱりミスなく何度も何度も打っても打っても返球されるっていうのはやっぱりすごい辛かったですし、苦戦しましたね。打つ選手が粘る選手とやり合うときにやっちゃいけないこととしては、そうですね、相手の土俵にまず乗っかる、その相手が粘ってくるからこっちも粘るっていうスタンスに選んじゃうと、もろに相手の土俵に乗っちゃう。でもやっぱり結構それって試合中やっちゃうんですよね。僕自身も大人になってからも、例えばその日本リーグとかに出た時にも、まあ日本リーグの時はちょっと言い訳すると、まあ僕コーチなんでっていう建前もあるんですけど、そのやっぱりすごいプレッシャーのかかってる状況で粘られると、その技術的な不安感がやっぱりあるんで打てなくなるんですよね、不安になって。だから打てなくなると、まあ、つなげるしかなくなっちゃうんで、でもつなげたら相手の土俵なんで、それやっちゃうともう泥沼にはまっちゃう。で、かといって、拾われるのを嫌がって、打ちまくるのも、ちょっと違うっていうか、それをやると、やっぱり無理が生じちゃって、やっぱりその、なんて言うんですかね、エネルギーの、やり取りっていうか、その一球に対してどれだけ労力をその注いでるかっていうのが、3セット通すと、やっぱ大きくなってくるんですね、それが。だからその、一方は、一球打つのに、例えば、じゃあ8割のパワー出してるとしたら、相手は受けることに徹してたら、感覚的に、精神的余裕では 20% ぐらいの感じで、やってる。同じことをやるだけなんで、相手がドーンって打ってくるのを、まあ、例えば、すごくシンプルに少し1個ベースラインから 2,3 メートル引いたところで待っといて、こう伸ばしてって、とにかく拾い続けるっていうのだと、やっぱりこうやることシンプルですし、明確、やっぱそのやることがまず1個決まってるっていうのも大事なことなんですね。やることがちゃんと捉えれてないと、集中力っていうのはこうなかなかうまくこうピタッと来ないんで、だから対照的ですよね。片方はやることを明確にしてて、そんなに浪費しないでボールを返してるっていうのに対して、こっちはどう打ち崩したらいいかっていう、牙城をどう崩したらいいかっていうことを考えてるんで、あんまり見えてないんですね、先が。とにかくその場その場一球来るのをどっちにこう強打していくかみたいなことになっちゃうと、こっちはもうわーってなってるのに、こっちはそんなにこうなんて言うんですかね、ストレスを感じてない状態ってなると、やっぱりそれがこう1セット2セット3セットってなってくると、やっぱりだんだんそれがこう大きく開いてって、最後はそっちのこう波状攻撃してた方がやっぱり壊れちゃうっていうパターンが多いし、実際に自分もジュニアの時ってやっぱりそれが結構多かったんですね。で、まあでもちょっと変な話なんですけど、僕すごく高校時代の時とかも尊敬してたまあ、選手がいるんですが、その人に言われたのが、良平ってその勝ってる時って意外としつこいよねって言われてて、で、自分では気づいてなかったんですけど、でも確かに、後々考えてみると、僕が勝ってた試合って、打ち事故りなんですよね、完全に。で、イメージ的にはですよ。そんなに上手くないですよ、もちろん。全然そんなに上手くないですけど、で、イメージ的にはちょっとメドベレフ的な感じっていうか、後ろに結構下がって、しっかりラリー繋いで、で、その、球際ですよね。例えば相手がなんか展開仕掛けてきてバッてなった最後の一発、こういうショットとかで点を取るっていうパターンが、まあ、結構多かったんで、打って粘るっていうのが両立できると、やっぱそれはすごく強いだろうなと思うんですけど、まあ、今日はちょっともう少しその先っていうか、もうちょっと戦略的に粘ってくる選手をどう崩していくかっていう、その例えば打って粘るタイプだったら、
その粘るタイプには全然対抗できると思うんですよ。いつも通りのテニスで。その粘ってもよし、打ってもよしだったら、最終的にそっちの方が、まあ、手数は多いのかな、手札は多いのかなと思うんですけど、もっとシンプルに、最初、ちょっと冒頭の方で言った通り、そのやっぱりエネルギーのやり取りがすごく大事なんで、やっぱり打つ選手は、その粘る選手に対してどう、こう、エネルギーを浪費せずに、こう、点を取っていくかっていうことが、すごい大事で。で、やっぱりそれの一番大きい鍵になってるのは、やっぱりボレーですね。ネットプレーを使うことが、やっぱりその、粘る選手。まあ、その、今日言ってる粘る選手っていうのはもう本当にすごくシンプルに粘るだけの選手みたいな感じですけど、まあ、すごく基本的なことなんで、ただ、やっぱり粘ってくる選手に対して一番有効なのは、やっぱり前に出ることですよね。テンポを詰めて、ライジングとか、そういうものを駆使して、こう、ネットを取ってって、ネットで決めていくっていうのが、やっぱり一番大事なのかなと思います。僕は、その、自分がジュニアの時にネットプレーっていうのはほとんどできなかった。その、ボレーは好きだったんですけど、やっぱりその練習あんまり、ボレーの練習ってあんまり してなかったのと、あとバックボレーが、今でこそバックボレーがこう得意になったっていうか、高校時代の時とかは、やっぱりネットプレーが僕は使えなかったんで、しかもオムニコート。で、そのボールの、自分のボールが生きないっていうあんまり、結構その、高校時代は日本にいたんですけど、それ以前は、やっぱり海外のクレーコートでずっと育ってたんで、やっぱりどうしてもスピン系の、こうテニス、スピン中心のテニスで、もっと言うと、ベースラインから、ほんと、2メートルぐらい下がったとこから、その、回転のかかったボールで強打していくっていう、テニスが自然と染みついちゃってたんで、ただそれをオムニでやると、もう突き抜けた体力がない限り、それで打ち崩すっていうのは、やっぱり難しいんですよね。回転も死ぬし、まあ、球速自体もやっぱあんまりそのスピン系は特にオムニでは伸びないんで、そうするとやっぱどんなに打っても打っても拾われるっていう。でしかもネットプレーがないから前にテンポを詰めていくっていう感覚がほとんどないんで、そのもう本当ひたすらベースラインの2メートル後ろぐらいからもう強打し続けるっていうアホみたいなちょっとテニスになっちゃってたっていうか、それをこううまく自分で変化させていくことが高校の時はまあできなかった。まあ、あとやっぱり自分のテニスに固執しすぎてたっていうところもまああるのかなと。まあ若気の痛いですね。子供だったんでしょうがないかなと思うんですけど、打つ選手ほどやっぱりネットプレーっていうのは日頃しっかり練習しとくことが、やっぱりそういう粘ってくる選手とかそういう選手に対してしっかり対策対応できる。スペインの選手が一昔前ネットに出るっていうのは、まあ、そのラファとかはちょっと別格ですけど、あんまりいなかったんですけど、でも今はもうアルカラスにしてもないし、もうめっちゃネットプレイ上手いっていうか、まあネットプレイがもうないと絶対勝てないっていう感じになってるんで、そこをやっぱり見て育ってる世代だと思うんで、やっぱりネットには結構出てるなっていうのは思うんで、まあ改めて言われることもないのかなと思うんですけど、ただまあ、まだまだそれを知らない方だったり、そういう方はそのボレーの重要性っていうのは、そのダブルスとかだけじゃなくてシングルスで勝っていくためにもめちゃくちゃ重要なショットなので、必ずボレーを習得して、粘ってくる選手に打つ選手は対抗してってください。頑張って。でですね、今説明してちょっと注意点もプラスして皆さんに教えときたいなと思うんですけど、その注意点っていうのは、さっきそのハードヒットしてネットに出てくっていうことがやっぱり大切だっていうことを言ったんですけど、ただ気をつけてほしいのは、粘る選手っていうのはネットにおびき出してくる可能性もあるんで、それには十分注意してください。その、それこそ、以前動画でも説明したアサスラとか、アサスラを使って、もうこっち的にはネット出ざるを得ない状況を作り出されて、それをまんまと拾っちゃってそのネット出たらもう完全にパス待ってるっていう。パターンもあるんで、だからやっぱり、しっかり打ち崩してネットに出るっていうことがやっぱり大事ですね。その相手がパスを打てない状況をしっかり作ってネットに出るっていうことが大事なんで、まあその、相手がパスを打てない状況を作り出すっていうのがなかなか、まあその、まあ精度が必要ですよね。自分のショットのハードヒットのが、それがどれぐらいの確率でどこの辺を狙えるのかっていうところがやっぱりすごい大事かなと思いますね。あとごめんなさい、もう一個補足として、アングルを使いましょう。粘ってくる選手には、
やっぱりコートの面を広く使うっていうことも大事です。だそれがきっかけでネットに出れるっていうことがあるんで、そういうふうに面を広く使って、こう、立体的にいろんな角度とかに仕掛けたりして、いかにその粘ってくる選手にボールを甘くさせるかっていうことが大事なんで、まあハードヒットも大事ですし、アングルにこう叩いていくハードヒットっていうのもあるんで、まあそこら辺とかを駆使して、まあまんまとあのパスを待たれないようにしっかり打ち崩してから出ることがあのとっても大事です。その辺はあの注意してやってみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、またいろいろ聞かせてください。はい、わかりました。じゃあ本日はこの辺で失礼いたします。あ、いいねとチャンネル登録とインスタのフォローもよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。